いいけど、そう、だいぶいいけども、はい、ちょっと違うけど、ええー、ここは自分で言うと、オーナーの人が多いです。集まってください。それではお時間がないようでございますので、ようこそ皆さん、この青木さんにお参りいただきましてありがとうございます。私はこの大事で古いものになりまして、まあ、期限を迎えたわけでございますけれども、まあ、説明をしろということでございますので、ちょっと説明をさせていただきます。工藤を持ちまして、まあ、このパンフレットを作っていただきましたので、これに基づきまして説明をさせていただきますが、この地はだいたい神界で相当してます、平安の中期よりも栄えたところでございます。ここは天台宗の元は西明寺というお寺があったという伝承されておりまして、そこが今水が終わっておりますけれども、ここに田んぼができてましたが、その後が先が、まあ、静岡蘭といいますか、仏教的な宗教的な聖地として、扱われておりまして、昔は田んぼがあったんですが、牛馬が入れてあかんというのがあって、そういうことでございます。まあ、ここら一帯がそういう仏教の静岡蘭があったというふうに、まあ、聞いて伝承されております。この薬師如来立像でございますけれども、これは国王指定でございまして、明治42年に今国王に指定されまして、戦後は、まあ、25年に、文化財ということでになりまして、この集落で、まあ、維持管理をいたしております。宗教法人の関係で、この神会にございます浄土宗の道念寺の書道部となってございますが、実は神会デックは宗派的も、まあ、密度があるんですけども、神会デックの集落としてお守りをして、させてもらっております。まあそこにも書いてございますか、先ほど申しました天台宗の西明寺のお役さんとして、皆さんこの地方の信仰の厚い、まあ、お役さん病気を治していただくというようなことから、厚い信仰を受けたところでございます。まあ西明寺はご存じのように織田信長の戦いで天台宗の、まあ、今お坊さんのNHK の大河ドラマでございますが、その時に、織田信長によって焼かれたというふうに聞いております。その時にこの中に国宝の薬師如来立像があるわけなので、ご立像の中にございまして、まあ、これは会長33年目に本会長がありまして、その中に中川会長がございます。まあ、大体、まあ、平成11年に本会長がございまして、次はまあ平成、まあ、あと5、6年ほどしたら、まあ、また中川会長が回ってくるわけでございますが、まあ、秘密でございまして、その前田さんがこの おられますか、同じお姿でそういうふうなお姿でおいでになりまして、お椅子の深く祀ってございます。まあ昭和25年、皆さんもまあご存じだと思いますけども、次元台風によりまして、ここに3本ほど大きな杉がありまして、それがバッとこう倒れまして、本堂は潰されたわけでございますけれども、このお椅子もそこまで来てたんですけど、まあ、壊されなくて、あと建て替えたのが昭和26年でございまして、昭和25年がちょうど中川会長でございましたが、26年に建て替えてやったところでございます。まあ、あとは薬師堂の体内には延久6年仏師総造元という国書がございまして、今から、まあ、927年前に、まあ、そういうものがこの仏師総造元の方によって、
仏さんが彫られておりまして、一本作り、ヒノキの一本作りでございまして、珍しい、まあ、国宝でございます。その時にいろいろと、その仏師道道元のお弟子さんでありましたでしょうが、この縁の下からようけその掘った仏像が出てきましてありましたのは、まあ後から見ていただきますが5体ほど残ってまして、そこに飾って、祀らせてもらっておりますが、見ていただきたいと思います。薬品如来につきましては、大体年に1回定期法要をさせていただいております。お薬草は大体8日というのがお祭りの日でございますが、今まで9月の7日がお祭りしておりましたんですが、実はまあご多分に漏れず全部都会の方へ流出していきまして、非常に寂しくなりまして、お盆に皆さんお参りに来るときに消化ということで、8月の16日を一年の定期法要としてお祭りをしております。そしてまた毎月ですね、8日の日に、今は7組ほどあったんで、この5組になりましたが、5組ほどこしらえまして、毎月こうぐるぐると お参りしていろいろとお守りをしておるところでございます。それからこちらにございます阿弥陀如来坐像でございますけれども、これは古生では珍しい大きな仏さんと思います。これも県の文化財に指定を受けまして、後に、これをもうこの状態をもちまして、55年の4月に県の指定文化財になっております。さて仏像の修理は53年の3月から10月にかけましてさせていただきまして、県の指定文化財にさせております。古生代珍しい大きな仏さんでございますので、たくさんのお参りがあるわけでございます。ここはだいたいこう見える範囲が今高島市になってございますけれども、今津町の桂っていうところがございますが、そこらまでが領分だったということでございます。非常にこうここには、いろいろ修行道場がございまして、的場とかそういうような名前が残っているところがございますので、そういうようなことでいろいろとこう修行がされたようでございます。阿弥陀如来坐像でございますけれども、修復してちょっと前は剣道博がしておりましたが、この修行の修行でございますが、大きな仕事でございます。予選技術でございます。ゴルシーが来るから、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 ゴル